ごめんなさい、言っちゃうけど、あなたのお母さんがいつもメルマガを送る用紙だって知っとった。まあ、知ったんすよ。三岡麻里の歩みメールマガジン、聖堂を行く。こんにちは、三岡麻里です。高校3年生の時に、練習試合で佐賀へ向かう汽車の中、恩師に言われた言葉で、大学受験を決めました。人生にはね、分かれ道が来て、どちらに行くか2つに1つ選ぶ時が来る。その時は苦しい方、大変な方を選ぶのが正しい道だ。本当に純粋で単純でしたね。素直にそういうもんだと思いました。どういう環境でどんなところに行くことになるのかもよく知らず、言われた通りに選択しました。何か気弱になった時とか、状況が悪い時、困った時、つい判断を誤ってしまう。それからつい調子に乗った時も失敗してる。大人になるにつれ、自分の良心、またその心の中の決まりに従って物事を選択していかなくてはならないので、自分の中の決まりってものがぶれないようにしないといけないんだけど、それが正道を行くっていうことなのでしょうか。ちょっと大げさですかね。1年前の、初夏、北九の、これ滝行って読むとこやな。滝に打たれるってことやろ。を体験しに行きました。雨上がりで水量も多く、初めて入るのに大丈夫かと少し怖かった。お世話していただきながら無事に行を終えました。試された気がした。般若心経は空で唱えることができないので、六根清浄というものかなを繰り返し繰り返し唱えました。よく意味はわからないけど、目、耳、鼻、手、口に、触れるものをしっかりと感じ、そして自分を見つめて意識を整える。宗教や占いのことを言っているのではありません。これってやっぱ自分でしょ？そう思いません？第42条以上。スタートのコード。これ私に多分言いよっしゃっちゃう、今日は。人生にはね、分かれ道が来て、どちらに行くのか二つに一つ選ぶ時が来る。その時は苦しい方、大変な方を選ぶのが正しい道だ。はい、わかりました。常に困難な方を選んできたんですけどね。わかりました。で、それと、信じることから始めますからね、私もね。信じることから始めます。ということで、三岡麻里さん、今日も勝手に読ませていただきました。いつも楽しみにしております。昨日は袖にしてすいません。またぜひ誘ってください。